木田さん、昨日は聞けなかったが疑問があるんだ。なんだい？翌朝、2階から降りてきた木田さんに気になっていたことを問いかける。記憶を探して いると言っただろう。一体どうやって？ああ、そのことか。何の手がかりもなく探せるとは思えない。闇雲に、暗闇に針穴に糸を通すよりも難しいことに思える。手がかりがある。とはいえ、まさに一縷の望みなんだけど。自分の体だった頃の僕の思い出は限られている。入院か研究か、僕の生活はこの2パターンだけだった。なるほど。入院の記憶に関してはお手上げだ。でも研究の方は違う。僕は研究データの記録を BMI を使って管理していた。そのデータから記憶を取り戻すことができるのか。すでに見つけたことが何度もあるよ。個人間でもメモリーが売買されているだろう。あれだ。様々な記憶が売られているんだ。木田さんに助けられたあの日、あの子も商売していた。確かに多種多様のメモリーがあったな。玉石混交というのか、他愛ないものや詐欺まがいのもの、そして中にはとんでもないレアものも。本当にあるのか。僕も驚いた。まさかと思ったよ。でも実際取り戻した記憶があるんだから認めるしかない。つまり誰かが木田さんの研究データを利用しているということだね。となると誰かが木田さんの研究データを保管している可能性が高い。地道に一つ一つ集めていかなくても、その首謀者を見つけることができれば、もしかしたら。それはまあ不思議なことじゃない。僕も一人きりで研究してたわけじゃないから。データを見つけた後はどうするんだ？ BMI で読み込む。それだけだよ。だが茨城さんはメモリグラフとか使えないと。その表現は正確じゃない。使えないというか、使っても意味がないんだ。どういうことだ？僕たちは影響も受けず、互いの個を維持している。互いの記憶も経験も混ざり合わない。つまり他人の記憶に影響を受けない。だから移植しても自分の経験にすることもできない。俺とは全く逆だな。生まれつきの特殊体質ではないんだろうな。おそらくね。僕の記憶と同じだ。偶然で片付けるのはやっぱり楽観的すぎるよ。だから記憶を取り戻し、リノ君から不自由リノ君を不自由から解放したい。口には出さない一言がその表情から伝わってくるようだった。でもそれはあくまで他人の記憶の話。僕自身の記憶なら別だ。君と僕の魂が共鳴したのは覚えてるだろう。あれと同じような現象だと思うよ。ふむ。だから怪しげな記憶とか新しすぎる BMI 技術なんかを探してるわけ。当たりを引く確率は低いけど、何の当てもないよりはマシだから。新しすぎる BMI 技術、あれか、ドリームキャストダイブ。その言葉に引っかかるものがあった。だったら一つ気になる噂がある。噂？急に何？もちろん接客する女の子の容姿を変更できるドリームダイブのことだ。初耳だったようで、木戸さんは興味深そうに耳を傾けていた。知らなかった。なんせ僕は日が暮れるとあれだから。
にしてもそういう使い方があったか。面白いものだね。面白いことにはどうかんだ。でもキャバクラが気軽に導入するにしては新しすぎる。あ、疑ってるわけじゃないよ。世間に広まる過程がすっ飛ばされているってことだな。それもは俺も不自然だと思ってた。感覚器を補助するシステムは医療方面で開発が行われている。今回のような視覚情報の補正、置き換えを行うだけじゃない。視覚以外にも聴覚、嗅覚、味覚など触覚などの利用も進められている。だがまだまだ特殊な用途で一般的とは言えない。それをキャバクラがいきなり導入するのはとても奇妙な話だ。調べてみる価値があるんじゃないか。確かに気になる。それにこれ以上被害が広がるのも見過ごせない。寝覚めが悪いから。そういうことだね。どうしてこんな風になったのか自分でもまだわからないけど、今もこんな風に存在してることにはきっと意味がある。僕にしかできないことがあると思う。僕にできることは限られてるけど、 BMI に関することなら役に立てる。だからこれが僕の運命ってやつなんだと思うんだ。朝っぱらからこっぱずかしいこと言ったね。いや、恥ずかしがる必要はないと思う。とにかく詳しいことを調べてみないと。でもキャバクラって夜のお店だよね。日が昇っている間しか活動できない。木戸さんが調査するには難しい。どうしたものかと木戸さんはうなる。眉間に眉間を寄せて気がな。顔をしかめてとても苦しそうに。お腹すいた。そっちかだと思った。とりあえずご飯にしよう。さて、何を食べようか。いぶきくん、何か希望は？2日続けて野菜ダブルニンニク油増し増しバーガーは勘弁してほしい。そんなにダメだった？ありに文句はない。美味しかった。だが胃の調子がまだちょっと。そんな話をしながら歩いていた時だった。背後から声をかけられた。なんなら俺らが紹介してやろうか。いい店を知ってるぞ。ぜひ案内させてくれ。そこにいたのは俺から金を巻き上げようとした二人だ。うわ、油断してた。あれまだこんな早い時間からいるとは思わなかった。今日こそは案内させてくれよなあ。言っておくが金ならもうないぞ。安心しろ。そういう時は優しい知り合いが貸してくれる。とにかく店で話そうぜな。今度こそ逃がさないと言わんばかりの力だ。その瞬間俺は頼ましいを拡張させ相手の意識とつながった。悪いがお前たちの話に興味はない。だから話してくれないか。興味がない。なら仕方ないのか。意識に浸透した俺の言葉は二人に反映する。腕をつかむ力が緩まり無事解放されそうになった時、背後から声をかけられた。おい、何の騒ぎだ。揉め事か。スーツ姿の男性。昨日ドリームダイブのことを聞いてきた人だ。誰だよ。お前らには関係ない。そういうわけにもいかないんだよね。これも仕事ってことで。さらにもう一人、やはりスーツを着た女性が現れた。女性は懐から何かを取り出し
掲げるようにしてそれを見せる。警察。俺たちが動揺をあら、男たちが動揺をあらわにした。その単語に思わず俺も息を飲んだ。俺らは別に何もしてねえよ。ならこのまま静かに解散で構わないな。ああ、もう話は済んだからな。後で絡むような真似はするなよ。いいな。しねえよ、んな面倒なこと。二人はおとなしく従ってそこの場を立ち去っていく。魂を拡張できることはあくまで暗示のようなもの。意識を支配などはできない。それを考えると警察が出てきてくれたのは後押しとして最高だった。だがなぜ警察が。ありがとうございました。助かりました。気にするな、これも仕事のうちだ。それに用事があるのも本当だからな。確認させてほしいことがある。俺にですか。警察って一体何、どういうことだい。俺にもわからない。昨日少し話をしたが、一言忠告をしただけ。疑念を抱かれるようなことはしなかったはずだ。改めて聞きたいことがある。あの店に関してなら言った通りです。花を運び込んだだけで俺は何も知りません。だが忠告してくれただろう。その内容について改めて聞きたい。あの店の噂について知っていることを教えてくれないか。警察が調べているのはすでに知っているんじゃないですか。念のためあなたの知ってる噂を教えてもらえる。俺が聞いたのは、身に覚えのない会計を請求されたとか、酔ったお客が吐いちゃって清掃費の名目で高額請求されたとか、知らない間に妙な記憶を移植されて酔っ払うんじゃないかなんて噂があるみたいだから。私たちの知ってる噂と同じですね。だから引っかかる。あの時どうして酒が得意かどうかを確認した。記憶を移植されたことで酔うのなら実際に酒が飲めるかどうかは関係ない。それはしまったな。中途半端なことは言わなければよかった。普通なら気にならないようなことだろうから。まさか警察だったとは。阿久さんが威圧的に聞くから怯えちゃってるじゃないですか。別に威圧してない、協力を求めているだけだ。雰囲気が怖いんですって。雰囲気はどうしようもできんからね。口を挟んですみません。ひとまず場所を変えませんか。おはようございます。おう、おはようございます。いらっしゃいって、今日も来たのか。客が来るのはありがたいことだが、毎日通うような親しい仲だったのか。ええ、いろいろありまして。で、後ろの二人は。どうも。あの二人は警察か。どうして一発で見抜けるんだか。あいつらは雰囲気が独特なんだよ。それより面倒事は困るぞ。少なくとも店に迷惑をかけるような内容ではありません。ならいいが。来て早々申し訳ないですが、少し時間をもらいます。あの人たちが話があるそうなので。わかった。付き合ってもらってすまない。
一人だと緊張してしまって。いいさ、それくらい。木戸さんと共に俺たちはテーブル席に、すでに座っていた二人の正面に腰を下ろした。改めて火屋署生活安全部 BMI 犯罪対策課の六味です。同じく悪だ。BMI 犯罪対策課、そんな部署が作られるほど BMI の犯罪があるんですか？全体の比率としてはまだ少ない方だよ。だが年々増加傾向にある。特に若い連中の起こす迷惑行為だ。ったく、犯罪者になってまで人気が欲しいもんかね。若気の至りじゃ済まないったのに。そんなにですか？個人の記憶の売買のことだよ。より危険な、より過激な刺激を求められるのが最近の流れだ。そこまで必死になっているのか。面白いと評価されればその人の記憶が欲しいと固定ファンもつくからね。今時は BMI で他人との差を小さくできるからな。他の人間との違いを出したくて目立とうとするやつも多い。中には警察と追いかけっこしてみたみたいな騒ぎを起こすやつまでいる始末だ。騒ぎを起こすだけじゃなく、BMI を防犯の方面にも役立ててほしいぜ。護身術を移植するとかですか？もっと捜査に役立ちそうなことだな。例えば、防犯カメラとか。視覚情報を映像として出せるのなら、一人一人が防犯カメラみたいなもんだ。それをオンラインとかでチェックできる体制を作れば、犯罪も減ると思わないか？スマホの中身とか普通に確認されるわけか。自分の視界を常にチェックされるとか指示を得られるわけないですよ。私だって絶対嫌ですし、強制的にそんなことしたらプライバシーの侵害どころの話じゃありませんよ。分かってる。そんなことただの愚痴みたいなもんだ。そう言いたくもなるだろう。正直気持ちはわからないではないですけどね。あ、いや、話がそれたな。すまん、今のはただの愚痴だ。忘れてくれ。本題は別にある。ドリームダイブのこと。システムが面白いってお客が増えてる。このままだともっと大きな騒動になるかもしれない。すみません、話の腰を折って申し訳ないんですが、酔っ払う人はそこまで多いんですか？ちょっと待